はい、テイルズ・オブ・ザ・レイズだけで、今回はミラクルボスチャレンジで、クリア報酬でね、もらったチケットを全回ししていこうかなと思います。で、まあ、とりあえずね、ビクトリーチケットガチャから回していこうかなと。まあ、8枚あるんで、まあ、出ればいいかなってぐらいかな。うん。まあ、普通の魔境しか確か出ないよね。これからは確かオーバーレイとか決戦とかは出ないから、まあ、持ってないやつが出てくれたらいいかなってぐらい。じゃあ行きます。まあ、10% だからね。まあ、10回回せば1回出るかなってぐらい。まあ、スキップしていこうか。ああ、まあ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 、いいわ。普通に限界突破してくれるならもうそれでいい。おお、まあ、黄色。まあ、割れないとね。ああ、持ってなかったんだ。お、青。まあ絶対割れるんだけど。お、これは赤か虹だ。誰？待って、名前が思い出せない。プレセアだったっけ？待って、わかんない。なんだっけ？プレセアか、あってた。これは持ってるね。うん、限界突破したな。うん、まあまあまあいいわ。普通にいいわ。まあ星音が出るより、競争とか、魔境が強くなって、おー、いいね。競争で始まったね。割れる？割れない。お、ライラか？これ。ライラこれ持ってないな、これ。初めて見たな。天辺に消え。普通にいいね。普通に持ってない競争。いや、やっぱ、あれだな。ミラクルボスチャレンジ、普通に報酬がめちゃめちゃうまいわ。もうだってビクトリーチケット8枚だけでも結構美味しいけどさ。お、黄色黄色。まあでも EX の方はね、結構難しいんで、まあいくつかな、いくつとかの、おお、にじったにじった。これ何が出るかな。僕は君だ。僕ら帰るか、帰るか、帰るじゃねえ、いや違う、エミリーだ。素で間違えた、エミルだ。まあ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 、普通に強くなったんで、全然ありがたい。あ、で、そうだ、さっきの話の続きなんだけど、まあ普通にね、イクスとかでね、術技、なんだっけあれ、技を忘れたけど、なんかその、無敵系の技、無敵時間が伸びる系の技、術技強化で。まあそういう系の技で、それ連打しまくっても簡単に勝てるらしいんで、まあその、終わってからね、動画、レイズのね、動画あさってたら、そういう動画を出してた方もいたんで、まあもし、ミラクルボスチャレンジ EX がまあ難しいって方は、まあ、その簡単にクリアできる方法もあるっぽいんで、まあ、参考にしてみてはどうでしょうか。じゃあとりあえずビクトリーチケットが終わったから、まあ順番的にはビバチケかな。うん、まあ6枚もあるからね。まあ持ってないのがこれも出てくれたら嬉しいなってぐらい。まあフル覚醒が被んなかったら、まあ正直どれでもいいかなっていう。私を命がけで守ってくれたみんなのために。ボルト、シーナか。ボルト、シーナ。お前の力を貸せ。持ってるよね。うん。まあまあ全然いいわ。いや、これが無料で回せてるんだから。でもなんだろう。もうどんだけこれ回してもまあ虹が確定だからね。もう全然心配する必要もないと。ゴミなんだ。おー、なんだっけ、名前が、待って、わかるんだけど、わかんなくなった。イオンの、ちょっと待って。なんだっけ、忘れた。これはマジで、あ、シンクだ、まあ、ごめんな、ほんとごめん、シンク。ほんと、あんまりね、覚えてないんだよ、名前を。わかるんだけど、顔見て、あーってなるんだよね、もう物忘れがすごい。まあでも今のところフル覚醒は被ってないから。アリシア、その人
人に殺されたの？これはプレセアかな？うん。何個目？4分の1か。ビバチケからもね、決戦とかオーバーレイがもうほんと確率低くていいから出てくれるようにしてくれれば、まぁ、ちょっと期待が持てるんだけど。誰だこれ？誰だ？あ、ロゼか。ロゼの通常魔境って持ってるんだ。持ってたか。持ってたんだ。もう覚えてなかったわ。ロゼあんまり使わないから。そろそろ持ってない魔境が来てもいいんじゃない？俺たちは互いに手の届かないところ。これはフル覚醒なんじゃないの？ユーリは100だよね。売るよね。ですよね。売ると思ったわ。ユーリはだってマックスだもん。もうユーリのそれはマックスなんだよ。嫌というほど出たからね。なオーバーレイの時も確か出たし、決戦の時は出たかな、覚えてないけど。結局キング、お、なんだ、あーあれだ、やばい、名前が思い出せん。これもまた名前が思い出せない。待てよ、ベリルだ、ベリルだ。持ってんのに思い出せない。どっちから先に回そうかな。オーバーレイと決戦、まあ、ぶっちゃけどっちもリア度が高いんだけど、まあオーバーレイから回す、なんとなく。まあ一応これだけ出るらしいけど、まあ、持ってないのが出てほしいよね。まあでも半分ぐらいは持ってないんで、まああのこの中だったらまあ普通にミラー、誰だっけこの青いの。アリーシャかな。アリーシャ、違う、アリーシャじゃない、んアリーシャか。あべ、名前忘れた、名前待って、待って、本当に名前忘れた。あれ、アリーシャってスレイのあれだよね。シャーリーだ、シャーリーだ、シャーリーだ。そうそう、シャーリーだ。確か。で、ビクトル持ってて、レイブン、スレイ、で、ユーリしか持ってないと。まあ、だからまあ、半分ぐらい。まあ、個人的に、ちょっと嬉しいのは、まあ、エミルとかアスベル、あとルドガー、あたりが出てくれたら、まあ、嬉しいかなっていう。まあ、キャラ的にね。キャラ的に好きなので。じゃあ行きます。はい。まあ、結局どれが出てもいいんだけどね。ぶっちゃけ。もうかっこいいやん。だって、もう。誰が喋るか。なんだろう、さっき名前間違えたから、あれが出そう。おお、これルドガーじゃない？ルドガーだ、やった！ルドガーが来た。外角の力を使った。いいね、普通より嬉しいよ。これかっこいいから欲しかったんだよ。やった、これはでかいぞ。マテリアルデモリッション出ました。いいね、これは嬉しい、これは嬉しい、これはかっこいい。やった、なんちゃってルドが好きだから。やった、これはいいね。次決戦いきますか。決戦ね、決戦の方もまあ半分ぐらい持ってるんだけど、まあどれが欲しいかな、個人的に。スレイは持ってないから欲しいっていうのもあるけど、まあ、技の見た目、まあ、キャラ的にカイルが個人的にちょっと欲しい。まあ、カイルか、ルークかな。ルークのあの壁走るやつ、あのオープニングみたいな技、あれもかっこいいよね。うん、ルークかカイルだな。レンズぶち壊すところ、そのどっちかが出たらまあちょっと嬉しいかなっていう。まあまあまあ、でもどれが出ても本当にいいんだけど、うん、まあ持ってないのが出てくれたらいいな、それぐらいかな。いきます、決戦魔境確定チケット。はい、何が来る。まあもちろん有利でもいいよ。もう
天狼滅が限界突破でもいいよ。俺たちの未来は俺たちが決める。スタンだ、スタンだ。それこそが俺たちがこの世に生きる幸せであり喜びだ。お父さんに来たよ、帰るの。まあでも普通に嬉しいけどね。うん、強化もされたし、普通に強いしね。残空天将剣、魔境入手順って見れるのかな。あ、あんのか。あと一番下に行けばいいのか。ん？いや違うな。あー、そうか、限界突破されたからか。じゃあ結局新しく出たのはこのルドガだけかな。あれ、これ、あ、これ違うな。これは違うやつか。うん、まあでも普通にルドガーが嬉しいな。普通にルドガーが嬉しい。まあ決戦で普通にね、スータンも出たし、まあ結構自分にとってはいいガチャになったかなっていう。まあまだね、ミラクルボスチャレンジいつまでだっけ、何日だ、25か、25まであるんで、まあどうしてもねクリアできないって方は、本当攻略動画漁ったら簡単にクリアできる方法とか、なんかいろんな方が挙げてるんで、まあ、それをね参考にして頑張ってみるってのもありと思うんで、まあ、本当に決戦魔境とオーバーレイ確定チケットは本当やばいんで、まあ取れるなら努力して頑張って取ってみてください。ではご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。